はい、こちらが玄関です。で、ここがね、一応共有スペースになってます。進みます。すると、まあこんな感じでね、綺麗ですね。ここは一応トイレ。ここもね、いつも綺麗にちょっと暗いけど、押されてます。はい、ここが大家さんの部屋かな。今改造中みたいですけど。で、これがみんなの共同の台所です。こんな感じ。水も飲んで大丈夫だし、食器とか、フライパンとかも使えます。ここもね、メキシコ人だけじゃなくていろんな国の人が Airbnb なので泊まるので、まあ一応ね、あの念のためにこう名前を書いて、食べ物をその自分の買ったものに貼ってるみたいです。まあこんな感じでね、売ってるみたいですね。で、これ私の牛乳とかね、この前そう牛乳がなくなっちゃって誰かに取られたみたいで、まあしょうがない、また新しいの買って、多分お屋さんがこれつけてくれたのかな。上の冷凍の方に私結構ね、あのお肉そのまま、凍らして入ってたりとかします。一応朝時間ない時のためのこれとかね。一応ここが共有スペースで、これ私あのクローゼット使っていいみたいなので使わせてもらってます。私の炊飯器とか、あとは食材とかね、ここに入れさせてもらってます。棚にあるやつも OK、 食べて、あ、使って OK です。とても綺麗、いつも。そう、大家さんがね、すごく綺麗好きで、2時間おきぐらいに結構あのゴミ回収してくれたりとかしてます。じゃあ今度外行ってみましょう。いい天気。まあ、こんな感じで、まあ今ね、 Airbnb の部屋 5部屋あるので、これが5番目の部屋ですね。一応洗濯機 と、乾燥機もあるので全然問題ありません。こんな感じ、こんな感じの共有スペースでした。はい、じゃあ次は階段登って2階に行きます。階段を上がって、はい、他の、はい、1、2、3、4つ部屋がありますね。4番が私の部屋なんですけど、その前にトイレ見てみましょう。入ります。で、まあ、メキシコに限らず、あの南米のほとんどの国はトイレットペーパーを流せないので、ゴミ箱に紙は捨てることになってます。まあ、ここはね、結構あの水、お湯が出るので、まあ、他の国とかだとね、あと他の前の家とかだとお湯は出なくて水風呂入って浴びたりしてたので、結構ここはいい感じです。で、吹き抜けというか、吹き抜けじゃないけど外につながってるので、結構新鮮な空気も入ってきて、トイレもお風呂もいつも綺麗な感じです。じゃあ私の部屋4番お邪魔します。はい、やってきました、私の部屋です。はい、私の部屋をちょっと、ぐるっと一周ツアーしたいと思います。まずこちら玄関ですね。で、私の部屋なぜか微妙に廊下があります。で、ここは靴並んでるんですけど、まあお出かけ用の靴とかね、いろいろありますけど、とりあえずあの私部屋で、部屋の外、家の中用のスリッパですね。これがお風呂とかキッチンとかの時にこれを使ってます。ただね、私あのやっぱ日本人なので、靴でそのベッドの近くに行くっていうのがちょっと苦手なので、スリッパに履き替えて一応ドキンでやってます。私の部屋はこんな感じ。で、収納がね、ここ多くてとっても気に入ってるんですけど、これまず1個目クローゼットがあって、その隣にももう1個クローゼットがあります。まずこっち見ていこうか。にゃーん、はーい、こんな感じです。で、もともと私あのバックパッカーなので、服はあんまり持たないようにして、まあそれでも増えてこの量です。こんなに多くなる予定じゃなかった、移動がしづらいんですけど、まあしょうがない。まあそれでね、こっちに私のでっかいリュック、何リットル、これ何リットルだろう、70+15、まあこんな大きいリュックで移動してます。キャリーケースは、キャリーケース？キャリーケースは持ちません。
帽子がかけてあります。こんな感じで私のクローゼット丸一、ね、住んでるとまあどんどん物は増えてきますね。はい、じゃあこっちの、クローゼット、まずね、私このしんちゃんが大好きなの、かわいいでしょ。これ韓国で買ってもうお気に入りのトートバッグです。あんまり入らないけど。はい、じゃあ中開けてきます。オープン。はい、普通こっちにあの服がかかってて、上段ボール置いてあって、まあ、小物類がこうちゃちゃちゃっと置いてある感じです。はい、こんな感じでクローゼット第2ちゃんです。そんな感じですね。で、まあ、ベッドの隣にあるのがこちらのこんなちっちゃい置くところがありますね。このかわいいロビンちゃんとか、あとかわいいピアスちゃんとかね。これ欠けちゃったの、ひまわりが。かわいそうに。お気に入りのピアスはここにかけてたり、まあちょっとこれね、小物入れとかありますけど、まあこの中とかはあんまりちょっと見せられないけど、まあ薬、あ、キティちゃんのね、あのお気に入りのやつとか、もともと化粧品入れにしてたやつ、全然ちっちゃくて入らなくなっちゃったもん。ピアスの、あの私のピアスの作ったやつとかがここに入ってたりねします。下は何も入ってない、ほぼ。はい、でこちら私のお気に入り大きいベッドですね。ありがてえよ、このでかさ。はいよ、こんな感じで幸せ。大きいベッド嬉しいね。でこっちに来てから私ピアノを買いました。電子ピアノ、全然弾けないですけど、もう楽譜も私読めないし、ピアノを多分1年ぐらい昔やってたけど、1年だしもう15年もっと前だな、まあそのぐらいの昔やってたんですけど、最近また買ってキングヌーをやってたりします。私の机、椅子これ重いんだよな。まあしょうがない、重いよねこれね。で机はね、できるだけ何も置かないように最近してます。でここがすっごく危険なの。ここもう何回怪我したかわからない、ここで。だから最近はこう靴下をね、できない、あ、できた、片手でできた。はい、靴下をこうはめて怪我防止に止めてます。でこれ、あの隣に置いてあるのがクスコのお土産、クスコでもらっ家族にもらったお土産と、ニカラグアのお土産、まあ、この辺にはネイルとかのねやつがあって、鏡もこれこの前買いました。イエーイ。で化粧品とか、あとこれつけまつげは、あのこの前化粧をあのプロの方にやってもらって、モデルをやった時にもらったものですね。ここちょっとね汚くて見せられないけれども、まあチョコレートとか、なんだろう、あとまあ充電器とか目薬とかいろいろ入ってます。綿棒とかね。この下に入ってるのはこれね、私の大好きなボードゲームです。これカナダで買いました。これがアバロンっていう人を騙す系のゲーム。これが人狼かな、ワンナイト人狼のボードゲーム版です。これもう本当に大好きでね、ただ人数がねいないとできないので最近できてませんけど、まあこんなところかなと思いますね、部屋は。はい、イエーイイエ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 イ。いえいえいえ、あの窓がね、とにかくね、こっからここまで、あの部屋の壁一面に窓なので、すごい
日当たりが良くて最高です。ということでここはすごく気に入ってます。オーナーさんもすごく優しいし、綺麗好きなのですぐ掃除も行き届いててとても住みやすいです。はい、ということでこちらが私のメキシコの自宅でした。まあ少しインフォメーションあるとすれば、まあ家賃はここ1ヶ月で4000ペソ、だいたい2万2000円、3000円ぐらいで、まあ日本に比べたらかなり安いですね。まあそれで、まあ部屋は自分のもので、その他は全て共同なので、まあキッチン、トイレとかは全部共同になります。ケレタロ、なぜかホテルがすごく高くて、他の国だと結構500円とかで一泊取れたりするところがあるんですけど、ケレタロだと、まあ、最低でも1200円とかは一泊かかるので、意外と Airbnb とか、まあ、家を買いちゃった方が安かったりします。少し長くいる人は多分ホステル暮らしよりも1ヶ月とかで借りちゃった方が意外と安く済みます。はい、結構セントロからも近いので、まあ、歩いたら10分ぐらいですぐセントロに行けるところなので、はい、もう私はもうここ大満足。とっても広いしね、うん、前回住んでたところがそのもうここの3分の1ぐらいの大きさ、ベッドがあって机があったらもう何も置けないような、まあ、3分の1以下だな、すっごく小さい牢屋みたいなところにいたので、そこで2500ペソを払ってたんですね。でも今思うのは本当に部屋の余裕は心の余裕です。はい、なのでまあここはおすすめです。アラメダの近くの Airbnb だよ、探してみてね。ってことでね、今回私の家紹介してみました。はい、どうでしたか。まあ少しでも参考になればと思います。いいかと思ったらぜひいいねをください。お願いします。アディオース。弾けません。もう疲れたんで弾きません。